プレッシャーに弱いキャプテンです。皆さんよろしくお願いします。まあ、今回、ワールドカップでキャプテンというものに、任命していただいて、臨んだわけですが、まあ、自分自身キャプテンとしてチームをまとめれたかどうかっていうのは反省することもいっぱいあるんですが、結構皆さん選手それぞれが自主的に、まあ、意見やアイディアを出してくれたりとか、時には突っ込んでくれたりとかしてくれたんで、すごいやりやすく助けていただいたのはすごいいいなと思いました。まあ、先ほどから、出ていますが、アウェーの宣伝ということで、最初は初めて行くフランスでワクワクドキドキ楽しみな半分で行ってたんですけれども、いざやってみるとやっぱり過酷な環境というものがありまして、まあ、それに対応しきれなかった部分っていうのもやっぱりあったと思うんですけれども、まあ、しかし逆に言うとそのような経験ができたというのはすごい自分自身の、財産になりますし、すごい学ぶこともいっぱいありました。でそれで、まあ、成績的にも僕たちが望むような、まあ、最高の成績は収めれなかったんですけれども、いろいろ外国の方のサッカーを見たり交流をしたり、すごい学ぶことがいっぱいありました。まあ、学ぶばかりではなく、今後はやっぱり皆さんにこのようなことをどんどん伝えていって、日本全体がレベルアップして4年後は日本一が取れる、あ、それ世界、ごめんなさい、世界一が取れるチーム、プレッシャーに弱いです、すいません世界一が取れるチームに、なるであろうということで、僕自身も、協力していこうと思います。まあ、このような貴重な体験ができたのも、やはり、協力していただいたり、お力添えをいただいた皆様や声援をいただいた皆さんのおかげだと思います。本当にありがとうございます。今日はこのような場を、提供していただきまして本当にありがとうございました。かなり日本の車椅子の性能とか
作り変えようっていうので、試合が終わってから他国の選手や関係者にどうやって作ってるんだ、いい国の話だねっていうことをたくさん言われました。防寒のこともすごく言われましたね。やっぱり彼がいなくても冷えて手が動きにくい、コントロールがままならないっていうことがあるみたいですが、まあ、どういうことかあまり工夫してなくて、日本はみんな工夫つけてる人は今いないな、いないですけど、やってる人も多くて、すごく評価が高かった点であります。まあ、そういう細かいテクニックとか、まあ、されたっていうのは目指せたと思います。まあ、そういうふうに海外に勝る部分っていうのもたくさん日本にはあると思います。まあ、戦術であったり、いろんな面で必ずあるとそういう面をもらって、まあ、今回足りなかったこと、経験、海外での経験とか、やっぱりちょっとルールのところなのね。やっぱり日本とは、今までやってたのとは、2-1の距離が、こんなに取られるのとか、向こう行って、ちょっとこれはなって思うことが結構あったんですね。やっぱそういう意味でももっともっと海外出て、経験を積んで、また日本行こう。もっと準備をしていけたらなというふうに思います。ありがとうございます。